はい、インディーズバンドルムさんのリーダーことボーカルのランです。ルームメイトの皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。ということで、ね、今回なんですけども、はい、何でしょう。田原俊彦さんいるじゃないですか。トシちゃんめっちゃ久しぶりじゃないですか。で、田原トシチャンネルっていうチャンネルあるじゃないですか。はいはいはい、トシちゃんの言うたら、YouTuber 的チャンネルが田原トシチャンネルなんですよ。はい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 。でそこでちょっと動画上がってたんですけども、うんうん、でその動画上がる前に僕にツイッターからある視聴者の方から DM 来まして、はい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 、コウさんが前に動画で言ってたことを現実になってますよって来たんですよ。あ、もしかしてあれ一時こうやったらええんちゃいますかっていう話のやつ。そう、でそれがどういうことかというと、僕前にねダンスあるでしょ、トシちゃんの、はいはいはい、でダンスこれなんかスキャンしてデータにしてくれへんかなっていうのを言ったんですよ。はい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 。実はそれは今回現実になりまして、へえ、はい、ほう、この僕のは言うてんの聞いてるんか聞いてないか知らんすよ。見はったんすかね。見たんか見てんか見はったんかね。それは知らんし、たまたまかもしらんし別に僕だけ思いつくことじゃないんで、こんなんて。それがたまたま現実になってまして、今ねその100年後にもトシちゃんの踊りを残そうって言って、トシちゃんの踊りを全部こうセンサーつけてスキャンして AI で、はいはいはい、すげえすげえ AI トシちゃんみたいなのできてるんですよ。ちょっとその動画あるんで見てみましょう。ふえ、はい、どんな感じなんやろ。検索。でも体操な感じでやりましたね。なんかセンサーつけてやってって、ね、結構ね大掛かり。はあ、そう、100年後でも楽しめるように。おお、ここ法務系文化財え、これ世界初なん。あ、そのアーティストの残すっていうの、動きを残すっていうの、いや、それは思った、うん、62歳と思えないスタイルね。そう、こんなん陽気れへんですよ、ほんまショッカー。まあ、VR 系の技術の会社ですね。へ、あ、初音ミク歌舞伎がコラボした超歌舞伎、すげえ、もやってると。あ、ニコニコ超会議2023でね、はい、うわ、いや、このなんてらスタジオさん、 XR スタジオさんがもし、はい、見てくれてたら面白いけどね。え、ねえ、すごいですよ、上下左右合わせ30代。そう、へえ、よく見るやつや。77個取り付けてセンサーこのなんかふざけてる時間何時間あんやろな、ね、これ1日ロケやったらさロケ班の時から絶対これやるって言ってましたって、うんうんすごい、指先までだってなってんもんな。ねえ、そう、だってダンスってめっちゃ指先大事やん。そうですよね、できれば。おお、あ、赤なのはトシちゃんカラーだから赤ね。あ、滑り具合、まあダンス床の滑り具合やっぱり大事ですからね。ものすごいリアル、かなりリアルやな、指先とかね。えねえ、だってこれ言ったら AI が裸体じゃないですか、うんうんうん、細かく動き分かりません、これ、うん、服着てたらちょっと見えない部分とかも、うんうんうん、え、これやったらトシちゃんの動き完全コピー、まあ解析可能やな、実現できるかもしれないですよ、うん。で例えば映像やったら前からしか見えへんけど、うんうんうん、ね、360度見れるから、これ AI でやってるからソフト上では上からでも確認できんね、ね、座標で確認できるから確実にこの時ここに来てますよっていうのね、ね、おう、あ、来た、これが意外に忙しいですよね、意外に忙しいね、ね、これでも残すやつやからな、うん、おもろ、いや、すごいな、うん、なぜ田原俊彦なのか、田原俊彦を100年後に、いや、すごいな、世界初のことに取り組んでるっていうのがね、
だからいわば体型までスキャンするはずよ。うん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 。うわーすごっ。あ、単体のデータは知らなくね。いや、このポーズのあれ欲しいな、私。うん、このスーツ着ながらやからめっちゃ暑いわな。確かに。フリースですよ。うん。あんだけ踊るから疲れるよね。そ疲れますよね、そら。3日前に死ぬほど一生懸命ステージやって、いや元気やな、うん、3日前にだいぶやってからのこれでしょ。無理、動かない。これだ、あれやろな、東京でライブやって1週間ぐらい死んでたもん。そう、1週間死んでたね。しかもこれ62歳ですよ、トシちゃん、うん、すげえな。うわー、見たい。フルバージョン、あ、フルバージョンありますけど、またそれは確認してください、自分で。わー、はい、これ時間がね、めっちゃかかるんで。ほら、外見データ全部体型まで。うお、体型と、あ、そうそうそう、 3D のタラさんがビジュアルデータか。すげえ。いい時代になりましたね、うん、本当に。よう回ります。はい、ということで、はい、これ実際のデータあるんで、それじゃあメンバーシップの方で公開しましょうか。そうですね、ちょっと見ながら。そうですね、楽な感じで喋るんで、はいはい、メンバーシップの方でやりましょう。でもこれはすごい、すごいすごい。でちょっと俺が言ってた試みがあったから嬉しい、ねね、データ化してくれっていう、ね、っていうのもね、だって本人しかできへんもん。ほう、本人そのもののやつが、うん、欲しいわけじゃないですか、うんうんうん、誰かがコピーしたんじゃなくて、うん、本人が踊ってるっていうのね。いやでも本当この残すべきやと俺は踊って思ってたんだ。された方は唯一無二って言ってらっしゃったんですか、うん、もうその一言につきますよね、うんうん。ただこのトシちゃんっていう存在自体がもうなんか言ったらもう一個のジャンルを確立してるんで、そうそうそう、そら残さなあかんわよ話で、うん、単に歌とダンスじゃなくて、うん、まあそこにちょっとしたおふざけが入ってたり、うん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 、なんかそういうのがトシちゃんっていうパッケージじゃないですか。まあそうですよね、だからその方がおっしゃってたのはダンスと歌だけじゃもう同じことですよ。キャラクター、うん、もう本当に全部が全部唯一無二で、それが本当にちょうどいいバランスで、うん、で人からも愛されるっていうところで、ね、なんか俺も知らなんかパッて言ってたことがなんか実際こうなんで、ね、だから業界の人もそう思うっていうことなんですよ。素人が見ても思うということは、そうだから、ね、残してみたいと思ったよな、うん、こういうふうに残すには、うん、トシちゃんって素材的にいいと思うんですよ、うん、だって歌うし踊るしっていうので、うんうん、踊りもそのなんていうんやろ、違うやん。他の人のこのなんかいそいそとした踊りではなくて、このなんかね、そう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 、エレガントさが非常に難しいんですよ、うん、トシちゃんの踊りってね。このね、エレガントプラスなんか余裕じゃないですか。余裕。全てにおいて余裕なんですよ。うん、でもこれね、私最近よくその YouTube とかでなんか韓国のアイドルのオーディション番組をちょっと見てるんですよ。うんうん、なんか自分のパフォーマンスの足しになったらいいなとか思ってて、うんうん、で見てると。余裕が大事やっていう風にその審査員の人がみんな言うんですね。でもそれ言うときにトシちゃんそれめっちゃ大変してはるとか思って見ながらふわーってやるやん。そう でも実際やったらめちゃくちゃ忙しいし、実際やったってやからめちゃくちゃ大変なんですよ。めっちゃ大変やね、あれ。だから簡単じゃないことを簡単そうに見せれる人がもう超一流なんやなって思いましたもんね、うん、ほんとそれを見て。そうなんですよ、余裕っていうのがすごく大事。だから人がなんか一生懸命踊ってる踊り見てたら肩に力入るじゃない、こうやって見るのも疲れますし、トシちゃんの踊りってずーっと見れるんですよね、うん、でステージ自体もめちゃくちゃ一生懸命力入れてやる瞬間はあるにしても、うん、やっぱ緩急のつけ方がうまいんで、うん、あっちゅう間に過ぎるじゃないですか、コンサート行ったら、うん、もう終わりみたいな感じになるんでね、これを残していただけるっていうのは非常にありがたい。そう、今の若い方ってこれやっぱり知らないとコンサートに足運ばないですか。これがどこかのタイミングでチラッと見れるってなったらトシちゃんすごいやんって絶対ね
思えるじゃないですか。これをね、で僕思うにソフト化するんですよ、うん、ソフト化して、うん、この踊りのこのフレーズというか振りの時にどういう角度どこにあんねやろっていうのを研究できるんですよ、ね、で上からとか、うん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 、こうぐる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 回るわけやんか、うんうん、マウスでこうやって回して360度こう下からとかも見えるし、でそういうのを研究して、あこの角度やって学ぶこともできるよね、教科書とかにできそうですよね、ダンスのね、うん、なんかこの手先の使い方でこういうふうにやったら綺麗に見えますよとかね、うん、だからこれ指先まで全部つけたよ、ね、えでもほんととしちゃんって指先の使い方もやっぱり他の人となんか違うんで、うん、ポーズ1個取るにしても、うん、もうこの今このね、あーってこれにしてもやっぱり違うんですよ、普通の人とやるのとでは、うん、なんかこの関節の使い、ね、かっこいいポーズで、このポーズを単独で撮ってるっていうのがもう あの写真欲しいって思ってあのポーズ写真欲しいみたいな、どうやってどの角度でどうかっこよく見えてんねやみたいな、細かく関節の角度まで分かるじゃないですか、そうそうそう、さっき の, あの AI のあれで見ると、うん、でこれに、あと今これ体型 3D じゃないですか、今度衣装復元すると思うのね、うわっとしちゃんが着てた衣装をパーツで作って、はい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 、そのぐらいのことはできるから、うわ、だからとしちゃんの歴代の衣装も全部こういう風に言うたらデータ化して、でその AI で踊ってるとしちゃんがその何年に着てた衣装を着せれるっていう、着せ替えできるとかいう、多分そこまで行くんちゃうかなと俺思ってるんですけど、やばいっすね、やばいっすね、うん、衣装を着くと今これって生身のその人間が踊ってる映像なんで、まあ AI で出されるんですけど、今度それに衣装を着て、でまあちょっとしたマント系のやつだったらヒラヒラとしながらこう踊ってくれるとか、多分そこまでやると思うんで、衣装を着せ替えできるんですよね、同じ踊りの時にこの違う衣装で踊ったらどうなるんやろとかもできるし、やばいやばいやばい、っていうのがその100年後に残すっていう意味やと思うんですよね、まあそうですよね、うん、だってそれさえあれば、うん、コンサートできますもん、うん、でもう一つ言うと今は映像で動いてるじゃないですか、はいはいはい、ロボットが進化しました、ロボットで、そうロボットにこの動き入力して、ね、ロボットがダンスできるようになるかもしれん、まあでもそれ、まあ、そんなに遠くない話ですね、ね、ですよね、うん、えそれの先駆けですよね、としちゃん、うん、そう、えでも絶対これやったってなったら世界のどっかですぐまたやりますよこれ、うん、同じこと残そうっていうので、だからロボトシちゃんが出てくるかも、ね、ターミネータートシちゃんが、ね、ターミネータートシちゃん、アイルビーバック言ってるかもしれない100年後に急にこんでバーン現れてトシちゃんロボがアイルビーバック言ってる、帰ってきたぜみたいな、怖い怖いデデンデンデデンデン、うわでもなんか今ゾワってきた、ゾワってきた、今ちょっと想像してしまいました、いやあれ映画の世界や思うやろ、ね、どんどん現実に近づいてんねんで、ねえ、だってこんなことができるということやから、そうですよね、でこれを全部ロボットに入力してロボットがダンスできるようにしたら、そうですよ、ターミネータートシちゃんが100年後に、そうですよ、おるかもしれない、ね、だって多分その動きだけじゃなくて性格まで入力するっていうことでしょ、そうだから性格も全部入力できんねんあの技術的には可能なのよ、すごいっすね、うん、すごいっすねってなるとなんかすごい世界やな、すごい世界っすよねSF の世界がでも現実になろうとしてるっていう ね一昔前やったらこれすらもでやりにくかったからね、いやいやいや、うん、そうですよ、うん、でもこれ本当ダンスとデータ化、歌ってまあ音で残せるけど、で音は今度 AI に、今喋る AI おるやん、あいます、ね、誰かの声で喋ってくれる、ヒカキンさんやったらヒカキンさんの声で文字入力したら喋ってくれる AI、ひろゆきさんもなんか喋ってくれるってのあるでしょ、でそれがあるんで、まあ、それは今もう可能やね、うんうんうん、でとしちゃんのその発語したやつを全部入力していったら、としちゃんが喋る AI 作れる、うんうん、もう全てが可能になっていくね、これ動きまでってなると、うん、えでもそんなん考えたら今から出てくるアーティストさん大変ですね、大変やなもうこの方々もうなんか戦っていかなきゃいけないってことじゃないですか、レジェンドに対して大変やな僕でもこの
何やろ、こんなにエレガントなダンスをする方ってあんま知らないんで、そのやっぱり残すべきやとずっと思ってたんで、何かの形で、うん、だからダンスのジャンルも本当にトシちゃん独自のものですもんね、うん、で僕がそこで思ったのは、ね、同じようにできないじゃないですか普通の人って、うんうんうん、でも同じようにするためにはじゃあ角度とかの座標がいるわけよ、うんうん、ここの座標でこうやって動かしたいとか言って、うん、で自分の今度自分の動きとトシちゃんの動きをこう AI で出して、うんうん、で自分もスキャンつけてズレ、うん、が分かるやん、うんうん、それをなんかこうやって合わせていくとトシちゃんのダンスを真似しやすくなるとか、だから完全コピーできる人間がもしかしたら今後出てくるかもしれないっていうね、うんうん、とかもそういうダンスのジャンルを作ってしまってさ、ね、トシちゃんみたいにエレガントなダンスっていうジャンルを作ってしまって、うん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 、そういう教室も開けるよね、うんうんうん、っていうなんかそういろいろこう残しておけばね、工夫の仕方ってまあ、でもこれね基本なんですよ。データを取れるだけ取って残しておけばすごい後で活かせるんですよ。応用いくらでもできますもんね。そうそうそう、今のやったらトシちゃんのこの AI の動きに合わせて自分が今度スキャンつけて、うんうんうん、あ、もうちょっとこっちやったわとか、うんうん、こういうことができるよってことやな、うん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 、そうなんですよ。それがまだ、まあ、前に言ってたことはなんかたまたまですけど、あの、ね、今回こうやって実現したって、であのコウさんが言ってたこと実現してますよとか言ってきたからえ、なんのこっちゃろって思った。俺もそんな言ったことすら忘れてたから、でそれを言われて、あーそうか、そんな言ってたわ俺ってみたいな。あ、でも壮大なプロジェクトっすよね。あなかなか壮大。いやいや、でもなんか本当可能性しかないなって思いますね、うん。まあ、ちょっとこれ楽しみにまた見ていきます、ね、また徐々にいろいろ上がっていくでしょうけどね、うん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 、はい、ということで、あのちょっとこ、うん、ダンスの本番のやつもあるんで、はい、あ、はい、それまたちょっと メンバー動画で見ようか、時間かかるしね、ちょっと休憩しながら見たいんで、メンバーシップの方でやります、はいはい、ということで、今回トシちゃんの、ね、動きがなんと AI になってるというね、うんうんうん、はい、はい、動画になりましたということで、これぐらいにして終了したいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではでは、まいじみでよ、ありがとうございます。